ガッチャンです。今日は皆さんに懺悔があります。今日は182日ダイエットの、5日目、5日目なのに、実は昨日動画撮り忘れました。でも4日目の動画上がってるじゃんって見ちゃった人、ごめんなさい。あれはですね、3日に撮った動画を3日に間違って2回撮っちゃったんですよ。それを4日ってことで上げちゃいました。ごめんなさい。昨日は忘れたわけじゃないんだけど、もうなんかね、疲れちゃって全休してました。はい。で、今日はですね、ご縁があって、昼間から500円でバイキングが食べれるところがあるんですけども、まあそこに行って暴走食いをしてしまったんですよ。で、暴走食いといっても、今まで食べた量の、3分の1ぐらいなんですけども、やっぱりね、体がもうダイエットモードになってるせいか、もう3分の1でもうお腹いっぱいになって、もう食べれない。そう。食べた後もなんか食べ過ぎたなーっていう感じで、その後、15分も経たないうちにちょっとトイレ行って、まあ余計なものは出してしまったという感じですね。で、飲み始めた頃は真っ黒いうんこが出て、いかにも宿便って感じだったんですけども、最近はね、真っ黒というよりも、ちょっとねっとりした、はい、ねっとねとっとしたうんこが出ました。はい。しかもね、大量に出たかな。ありがたいばっかりです。まあ、そんなわけで、今日は、5日目、しっかり動画撮ってますね。また、明日もよろしくお願いします。今日は、うんこの話でした。ガチャでした。